保育園落ちた日本史ね。乱暴な言葉だけど、若いお母さんの怒りが炸裂しましたよね。保育園どうするんだ？日本を生かすことできるのか？お母さんたちが国会前に集まって保育園落ちたのは私だって言ったらね、政治家変わりましたよね。保育園作るって言いましたよね。でもどうしてパパたちは集まらないんだ？政治って困った政治も良い政治もみんな人間が作るものです。今度の選挙どうする？5月22日上智大学で保育園落ちた選挙公約法2016年開催します。クラウドファンディングでこの会を支えます。あなたが主催者です。お父さんもお母さんも若いのも若くないのもみんな来てね。私も行きます。